散々今まで自分がしてきたことの嫌がらせの仕返しを受けました。オープンが一人だってのはこんなに寂しいんだって裏切られました。改めまして永瀬ゆきです。今日髪染めに行ったの間違えて黒くしてしまって誰か分かんないと思ったんですけど、永瀬ゆずきです。じゃあね、今はじめさんもう来るから、いや来てるんだけど、先にオープニング行きます。行きます。月曜からブレス、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんか今日コメント反映されてないんですけど、どうですか、純粋に俺髪色やばいですか、こっちが、やばいですかね、始めらないだよね。今日ね、議題を結構ちゃんと作ってきたんですけど、最初ね、じゃん、年末年始も休まず営業する件、ブレスがね。次、ゆずきが怒っていそうなことについて調査件、調査し、これ聞いてないね、これね。次、1月5日の放送が不安な件、まあ今日はじめさんもいないし、一人の放送でちょうどいいなと思うんですけど、やっぱね、じゃあ今コメントちょうだい。やっぱはじめさんいない方がいいだろうね。だって俺ね、今はじめさんさえいなければナンバーワンだから、今までずっと。あの人 V14 撮ったけど、はじめさんさえいなければ俺が V15 撮ってたから。俺がいなきゃ始まんないって話ですよ。どうも、なんで息切れてるんですか。夜更かしすぎる夜更かしの時間です。危なかった、いや危なかった、もう終わってるし、いやびっくりした、ほんとめっちゃ雪降ってる今。え、すみません、はじめいなくて大丈夫。ああ、え、誰誰が言ったの。ほんとひどいな。そう、でもね、今日ね、ほんとに言いたいのが、前回の放送で言ったんですけど、1月5日の放送が本当に俺ピンでやろうかなと思って。あ、そうですね。そのために今からも宣伝宣伝宣伝で。でも今日なんかカメラちょっと近いっすよね。しかも、あ、じゃあ、あれピンだったんで。あ、しかもなんか俺ちょめっちゃブサイクじゃないですか。目がない。それゆずき目がないからもっと引いてもらってね。すんごい引いてもらえばね。あ、そっか。そうそうそう。さあ、飲みましょうか。え、オープニング大丈夫だった？オープニング大丈夫ですよ。てかルカが入れました。オープニング、うん、やべえなそれ、事件だよ、事件事件、しかもマジふざけてんだけど、あいつ夏希の野郎、なんでなんですか、今日体調悪いんで出ませんみたいなふざけたこと言いやがって、さっきまで生き生きしてました、ほんとに、まあ、あいつ首だ、首、首首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 よ首って知ってる、謎解きはディナーの後で、あー北和稽古、そうそうそう、首首首首首首っつって、お疲れです、こんばんは、いただきます。ゆずきはかっこいいとかわいいは普通に言ったらかわいいって断然言われるんですけど、個人的にはかっこいいって言われたいなってずっと言ってます。
てかなんか俺出てからも別になんか俺のコメント大してなくない？ないですよ。ひって話だなあんた。はじめの目はどこだ？どこですか？はじめの目はここです。めっちゃ言ってください。ここです。え、そこ？ここです。ここてかもう別に目なんか別にどこでもよくねって思う。じゃあずっと今まで目見たことなかった。お前親にどういう教育されてきたんだ。人と話すときは人の目を見て話す。いや目だと思ってたのか。ちょっと鼻の穴だった。下手したら鼻の穴の方がでかいからね。バカ野郎。ということで今日ちゃんとお題あるでしょ。でも出しました。あ、お題出しました。とりあえず3つ出して。はい。でもね、どれがいいかってのも特にない。え、あれ やってもらえばよ。久しぶりに ABC にして。あ、ABC にしてリスナーの方に選んでもらえばいいじゃん。できます。だ、どれを ABC にするかだよね。だからこれゆずきが怒っていそうなことについてが、これが A で、年末年始も休まず営業する件、これ B で、最後1月5日の放送が不安な件、これ C で、 ABC でどれ話してほしいかっていうのね。アンケートですかね。そう、アンケート大丈夫ですか。 ABC で、まあおそらくまあ A がいっちゃんくんじゃねえと思うけどね。てか俺金髪と黒髪どっちがいい。正式に言うと黒じゃないから。え、けどそっちの俺的には似合ってると思うよ。しかも何色、え、黒髪にしたんでよかったねって言ったら5秒後にお前ネズミ色じゃんって言われた。ちょ暗いところで見たら黒だったけど、ネズミ色、明るいところで見たらネズミ色なの。ネズミ色っていうか、なんかそれってグレーとかなら分かるけど、そう、なんかそうやっておしゃれなやつはそうやって言うじゃん。グレーとかさ、シルバーとかって言うじゃん。だからまあネズミ色だよそれ。やっぱアッシュじゃないの。一応アッシュにしたの。いや言っちゃ悪いけど俺もこれアッシュだからね。しかもなんか金髪だったじゃないですか。で、うん、プリンだったから、うん、一応リタッチをしたんですよ、うん、ブリーチ入れて。でも毎回ブリーチすると失神するんですけど、失神、うん、しかけながらブリーチしました、うん、でその後にシルバーにしたいから、じゃあアッシュ入れてくださいってなって、うん、パッと起きたら、寝てたんですけど起きたら黒じゃん。ブリーチした意味ないじゃん。いやまあしかも染めたてだからね、うん、アッシュのブリーチだから多分相当すぐ早く落ちるよ。で、一回海行けば、もうやばいよ。もう今海行かないでしょ。今、まさに雪降ってるナウなのにね。まあこの後、ゆずきは海に行く。え、本当に雪降ってたんですか。めっちゃ雪降ってる。絶対そうでしょ。え、マジマジ降ってるよ。え、この間も降ったじゃん、雪。え、昨日でしょ。あ、昨日だったっけ、降ったじゃん。昨日の夕方6時に降った。え、今も降ってるよ。結構本域で降ってきてるよ。だからこれ多分、リスナーの方でさ、歩きながらやってくれてる人とかっていんのかな。いやないでしょ。外にいながらコメントしてくれてる人とか、そうの人は多分分かると思う。分かるよね、雪降ってるって今。あっすー。あ、 AB 並んでます。どれだっけ。 AB 忘れた。おい違うよ。いや C が最後これだから、1月5日の放送が、じゃあ AB でやるしかないですね、はい、AB が並んでるということなんで、今回の、はい、今回はこの2つです。A、B 並んでるんで。え、じゃあめっちゃいいじゃん。だから。ゆずきが怒っていそうな件についてと、年末年始も、あ、違うじゃん。え、そうだよ。年末年始もますます営業にするについて。そう、ただ、多分ゆずき的にはこれやってほしかったっしょ。それはやる。これやってほしかった。多分ゆずき的にはこれ1月5日の放送が、本当に多分不安がってるから、ちょっとリスナーの方の大丈夫だよっていうこの声を聞きたかっただろうけど、今回はその2つだってね。前回のことは勝手にゆずきがピンでやったら過去最高の3000件コメント残すからとか言って、その次の日も店で俺なんか暇してる時に他のタグで言ってるんですよ。でもなんか、いやもう全部宣伝しとかないとさ。200万って言ってた。あ、200万で枕。あ、そう、200万で枕。誰200万。雪嘘でしょ、どうせって。嘘じゃないよ、本当に降ってるよ。ということで、じゃあこの2つ話しましょう。そうだな。じゃあまずは、まあ、こっちのね、年末年始の営業についてなんですが、俺ちょっと超えたとこから。やめとけよ、だから買おう。だから、年末年始なんですけど、まあみんなね、それぞれいろんな過ごし方がありながらも、やっぱりこの歌舞伎町って意外と眠らない街って言われてるんですが、やはり年末年始は結構どこも休みみたいなんですよ。いや、多いですね。唯一なんか眠る期間じゃないですけど、それ以外はあんまね、ほんと眠らない街なんですが、みんなどこ帰るんすかね。俺帰る場所ないから。あるじゃん、正月や。
1月5日帰ってこれるじゃん、ここに。帰るというか、なんというか、ゆずきの不安をさらにかきたてるっていうね。で、いつからでしたっけ。まあ、うちの店、締め日がちょっと違うんですよね、他店さんと比べて。今月も毎月なんですけど、24日、はい、が締め日で、ただ今月異例で、やっぱクリスマスなのがあるんで、24、締め日やった後に、次の日も25も営業します、うん、で、その後に26、27の天休で振り返りですね。28から1月4日まで営業するんですよ。はい。なので、その期間っていうのが、大体どこのホストクラブもほとんど休みで。そうですね。だからこそ、ごぞっとね、うちの店に来てほしいなと。来てほしい。うん。これを機にね。で、なんだかんだで歌舞伎町来るでしょ。うん。あ、墓参りじゃねえ。初詣とかも来るだろうし、大抵遊ぼってんだったら新宿来ようよって言って、その流れでホストクラブ行こうよって中で、多分200店舗ぐらいある中でも、うん、もう50店舗もないですよ。ウケる。大喧嘩してる担当のお店カウントダウンやるようだって、そんなに喧嘩してるなら仲直りさせてみせよう。ホトトギス宇宙グループすぐ仲直りすると思うよ。字余り字余り出ちゃった。ホストって休み多くないって、結構休み少ないんですよ。ホストって意外となんか休みがち、まあホスト君にもよると思うんですけど、休みがちなね、ホスト君とか結構休み多いイメージ持たれるんですけど、店的な休みっていうのは本当にね、多分どこの店舗さんも週1なんで、まあ変な話ね、昼間の仕事の人よりかは働いてますと。ホストはね、営業時間短いって思われがちなんだけど、どうなんですかね。そういうところ言わないと伸びない。多分毎日15時間ぐらい仕事してます。すごいね、残り9時間しかねえじゃん。時間は寝てる。もったいな、15時間も仕事してたら人生もったいないよ。なんでなんすか。俺多分逆だもん。15時間は寝て1日9時間も多分仕事してない。いやいやいるじゃん。いや寝ることが一番いいことだから、人生皆さん寝ましょうねって話なんですけど。カルピスタワーがいいんだけどね。カルピスタワーがあるね。いやあるよ今日。ああった。カンカンのまま飲んでいいよ。はい。だからあれ、年末年始も営業しとるんって来てたんですけど、今仲直りさせてください。ぜひとも仲直りさせますんで、お店来てください。さっきのコメントと同じ人かな。担当と大喧嘩中だから癒してってやつ。あ、もう来てた。はい、結構最初の方に。誰だった、さっきから始め帰れ始め帰れって。絶対ルカだろこれ。絶対ルカだわ、ほんと。あいつだけは許さん。あ、でもね、寝たらイライラ収まりますかってね。あれ、大型だから、大型だからってのも関係ないのかもしれないけど、俺寝たら全部忘れる。だけど大型の人、まあみんながみんなじゃないと思うけど、確かにそういうイメージがある、うん、し、うちの店結構大型多いじゃん。多いですね。でもゆずきに限らず、みんなね、多分リスナーの方がね、結構さっきもあったんですけど、代表今日いないのみたいなの来てて、代表知ってくれてる人とかもいると思うんですけど、もう彼も典型的大型だから、もう寝たら治るっていうね。え、はじめさん何型ですか。俺最新型。え、つまんなじゃん。はじめは B 型。 B 型誰だ、俺のこと B 型って言ってる。俺のアンチだな、アンチ。俺のことを知らない子だよ。でも結構俺 B 型確かに言われるんですよ。結構なんか自己中っぽいって言われるし、なんか結構あの言いたいこと言うから絶対 B 型でしょって知らない人とかには結構言われるんですけど、まあ知ってもらえば分かる通り、もうド A ですね。すごい A。 もう下手したらちょっと本当に最近思うのは潔癖なんじゃないかなって思うぐらい A。 だから俺初めてはじめさんに会った時に何この人めんどくさってうるさーと思ったんだけど、あの営業時間外にシーンとして携帯じゃあ俺だ。それで確かになんかそのちょっと前にね、ゆずきのその世間的イメージみたいなのも話したじゃん。生活感がなさそうって言われるとか、はいはいはい、俺なんか逆にずっと喋ってそうとか言われるの。いや、思いました、そうって。あ、思ってたでしょ。ただただ、本当に喋りませんから。さんまさんタイプ。喋れない、喋れない。さんまさんはもう、もはや多分神やと思ってるから。なのに、ふとした瞬間、ネクラ。そうなんですよ。ふとしーんと。で、そんなネクラなやつが CM コール行きますんで、みんなテンション上げるようなコメントを CM 中にしてくださいってことで、CM お願いします。
ほっぺパンじゃない、メロンパンで来てるから。ってことで、何の話してましたっけ。そう、さっきのコメントであったけど、はい、確かに、ここだけでなんでナンバーワンじゃないのに歌舞伎町ナンバーホストで出たんですか。いや、まあ、多分、あれディレクターの人とかカメラマンさんは多分分かってたんだと思う。あ、こいつひときわ違う男だなっていう。ただあれも本当に今何回目の放送か忘れちゃったけど言ったけど全く無関係だからね俺急に来ました。しかも俺結構自分のお客さんとかになんかちょっとちょづいて俺特ダネとうとう特ダネ進出したんだよって話をしたらなんか事件のね関係者だと思われちゃって結構なんかお客さんにちょっと距離置かれちゃったりもしてたんだけどまあ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 その期間はもう終わっちゃったからね。だからもうそうバイキングは諦めました。バイキング諦めてもう目指すところ絶対今結構メディアでも結構最近ホスト取られてるの、うん、でお願いランキングとかも結構なんかまあいろんな番組で結構最近メディアでホストが取らなんか出るようになって、ただ絶対にホストが出たことない番組は前回も言ったみたいに徹子の部屋だと思ってるから、これは絶対徹子の部屋に呼ばれるまで歌舞伎町でホストをやり続けるっていう。で、代表が還暦迎えるのが早いのか俺が徹子の部屋に出るのが早いのか、徹子は死ぬからあ、そっちの選択肢はあったねということで、まあ、ちょっと話ずれたんですけど、年末年始は、はい、営業しておりますということなので27から、はい、28からで、もちろんカウントダウンも営業してます。31日うちのカウントダウン結構おもろいですよね。面白い、なんか結構素敵なことを毎年やってるんですが、去年もねやらせていただいて、まあ今年も今年なりに結構いい終わり方をしたいなと思ってますんで、まあお時間ある方はね。しかもみんなが嫌がってる中で俺なんかもう飲み直しした子シャンパンサービスしてよって言って、うん、いう決まりを作った無理やり作ったらお前何考えてんのって怒られながらもそういう決まりを作りました、うん、ってことで来てくれたお客様にはゆずきくんの方から素敵なシャンパンがサービスされるということなので、俺に言ってくれればじゃあ出します。そうだね、全部言ってもらおうみんな、うん、だからちゃんとそしたらゆずきの給料から引いとくんでね。全部いいぞ、全然いいですよ20人ぐらいまでなら平均。あ、オッケー、うん、じゃあ50人いきます。ってことで、年末年始は来てください。待ってます。で、もうさっきもコメント来てたけど、うん、次のお題行ってってことなんで、次のお題の方はこれですか。なんて書いてるの。ゆずきが怒っていそうな件、怒っていそうなことってどういうことなのこれ。だから俺が実際に怒ってることじゃなくて、まずあんま怒んない。そうそうそう、まずそこなのよ。まず根本が本当にキレたことってある。店だったら1回だけあります。うん、それは記憶にあんの。ありますあります。酔っ払ったら帰ってくる。でも気になるよね、リスナーの方も。このゆずきくんが何をした時に怒ったのかっていうのは多分気になると思うんで、イメージとしてどんなイメージなのかなっていうのをまず聞きたいなと思うんですよ。ああ、怒るか怒んないか。だからこれは店長に言われた議題な、お題なんですよ、うん、ゆずきって何で怒んの、じゃあそれをみんなどう思ってるかを聞こうよ、うん、なるほど。だで、どういうイメージかってことでしょ、うん、多分、俺を含め多分リスナーの人も怒んないイメージだと思ってるんじゃない。どう思います。ゆずきは初めに怒ってそう。怒んねえよ、初めやっぱ赤って。まあこれはまあいいんですけど、その前初めの服ダサって絶対これルカ書いたからね。絶対ひどくない。いや、ダサいっすよ。え、嘘、ダサい俺。やっぱ赤ダメなのかな俺。なんかやめようかな。はじめやっぱりダサい。これさっきの絶対あれ。もう、はじめはダサくない。偉い !615 番偉い。いや、趣旨変わってるじゃん。ああ、そうや、趣旨変わってますね。では、いや、俺ら二人が何をしたら怒るか。じゃコメント来てくんないんだもん、ゆずきのこと。ゆずきだよ、ゆずき。はじめ明日から指名で行くね。明日いないんで、すいません。明日から1週間いないんで、申し訳ないです。せっかく来てくれるのに申し訳ないですけど。では、でもこれ、いや、こうやって帰って来てくれた子いないもん。そうだね、確かに俺もなんかはめられた気がするけど、だからちょっとリスナーが俺のそのなんかダサいとかそういうのはどうでもいいから、ゆずきくんがどういうイメージなのか、怒るか怒んなさそうなのかっていうイメージをちょっとコメントちょうだいな。でもそういうところはじめさんが怒るのもあんま
あ、ほら怒らなそうだって。うん、怒っても怖くないだろうって来てるよ。うん、絶対怒らん。やっぱ怒んないイメージが多いんだよ。はじめちゃんいつも怒ってるやん。怒ってねえよ。すごい。怒ってねえよ。なんか俺これ怒ってねえよってか、こういうキャラになりすぎると結構店でさ、たまに自分で思うの、ほんとカンニングの竹山みたいになってきてるような気がするんだよ。ね、キレキャラね。ほんともうすっげえ嫌なんだけど、マジで。だから別に怒ってもないし。あのね、俺ちょっと出た。何？663番。怒らなそうだけど、イライラは伝わるってめっちゃ言われるんですよ。あ、イライラは伝わる？あんまり人に、お前さ、あの下の子にはあるんだけど、もちろん教育って意味で。うん。けど、対人間で考えた時に、イライラをすっごい伝えるんですよ。態度に出る。え、それ彼女とかにもってこと？うん、全部出る。なんか例えばデートしてて、うん、ちょっとイライラすることがあった時に、バッて言わずにずっとその態度を出したまんまずっとデートを続けるってこと？うん、彼女とデートしてる時にイライラを絶対しない。なんで？楽しい空間だから。ああ、なるほどね。うん、全然もうバリバリ喧嘩するしめっちゃ言うし。やだ。いや、ね、俺はどっちかというとその言わずにイライラした状態で過ごす時間が嫌だから、では言うし、言って、まあ、そっちの方がいいですよね。言ってそれでも分かってくれなかったらもう帰るしかなんかする。まあ、帰るんだ。もうダメだなと思って帰る。分かってくれないんだったらいいやっていう。だから怒んないんだね、根本が。だからイラッとすることはあるってこと。イライラもしない。イライラもしない。彼女とかだったらしない。ああ、仕事に関してはめっちゃにじゃん、めちゃくちゃ、うん、あ、イライラっていうか怒る。それあれじゃない、興味があるか興味がないかじゃない。まあ本気か本気じゃないかじゃないけど、結構その下の子とかたちでもそうじゃん、うん、なんか熱く働いてるやつとか。あ、そうですね。どう、なんか本気で仕事をしたいとか本気で仕事をしてるやつに限ってやっぱ熱い言葉が出てきたり、うん、俺はこうなんですっていう強い主張が出るじゃん。はいはいはい。だからその彼女といる時はまあ別に、あ、こいついいやみたいな感じなんじゃない。ただ仕事の時はやっぱゆずき仕事に真面目だし熱意があるから、いや俺はこうだっていう強い主張があるんだ。いや、なんかそれは違うんですよね。うん、でもどっちも本気だし、熱いがゆえに下の子に何を言われても俺切れたりはしないですよ。ああ、なるほど、ね、逆に熱くない子がダラダラやってる時に、うん、俺は蹴り飛ばすんですよ。ああ、なるほどね。この間代表にも謝ったんですけど、うん、はい、蹴り飛ばしたの？日頃下の子を机の下で蹴ってすいません。あの、1回じゃなくて結構多分3日に1回ぐらいあるんですよ。いや、あれさ、テーブルの下でさ、こうテーブルがあってさ、こうやって蹴ってるってことでしょ？え、めっちゃ蹴り飛ばすの？下でこうやって蹴ってるってことでしょ？うん、たまにさ、ここのテーブルのところにすね当たんない？当たるし、しかもたまに足短いから、あの、透かすときが。そん時はなんか、いっちゃん腹立つの、この二次災害的な。なんか余計イライラしてくるっていうか。あ、なるほどね、そんなことあったんだね。ありがとうございます。ってことは、ゆずきが、これ怒んなさ、怒っていそうじゃなくて、イライラしてそうなことってことだよね。あ、もう、そのイライラしてそうってのも、主に仕事のことでってことでしょ。そうですね。例えばその飲食店に行って店員の態度にムカついたりとか、あ、そういうのはない。え、ありますけど、それは別にどうでもいいかな。ああ、どうでも。でもこの間、あの、うちのレン君っていうのがいるんですけど、レン君とタクシーの子、うん、おー、したら、まあ、どこどこに行ってくださいって言ったら、うん、はって言われたんです、運転手さん。で、いや、はじゃないでしょ、俺ベロベロだったんですよ。で、歯じゃないでしょって言って。で、いや、どこだか分かんないから、じゃあ、説明してよって言われたから、うん、いや、何通りと何通りの交差点どこだよって言って。で、たら、はぁーって。なんか切られた。なんか怒ってるから、いや、ちょっと待って、説明はするけど、今したし、その都度言うから、でもその態度おかしくない？分かんないんだったら分かんないなりの態度があるでしょ。一応、お客さんでしょ、仕事でしょって言って。運転手さんがシートベルト外し始めて、おブレーキかけて、お何かと思って俺らそわそわしてやべえと、おしたら道間違えましたって言われて、まあまあいるよね。特にやっぱなんか、まあ、一番側近でまつわるのが、まあ、結構タクシーの運転手、俺も結構タクシー使うから、タクシーの運転手さん結構あれなんだけど、本当によし悪し分かれるよね。うん、ともう、え、お前本当に大丈夫ってやついるし、
だからもうそういうのも、もう昔はもうなんかいちいち腹立ててたけど、うん、なんか腹立てるのもなんかめんどくさいし、うんうん、よっぽどのことがない限りあまり言わないようにはしてる。そうね、なんかこういう仕事だからなのかわかんないけど、まあ、お酒も入ってるしで、うん、じゃあ気が大きくなる子を止めたりっても多いし、まあまあまあっていう立場のが多いのかもしれない。あ、まあまあまあね、こっちがおいってなるよりも、うん、いやまあまあ落ち着いてよってのが多い気がする。仲裁役の方ってこと、ね、うん、いまだに言ってんのってパーティーピーポーぐらいしかいないでしょ酔っ払ったらすぐおいってなるのはね。いや、まあ、まあその気持ちも分からなくはないんだけどね、うん、やっぱりその酒が入ると感受性も豊かになるし、うん、ちょっと理性の感覚も鈍っちゃうから、うん、日頃言えないこともちょっと気が大きくなって言っちゃいますっていうのもあるけど、まあちょっと今はね考えると、まあそんなのも別にどうでもいいかなっていうなんか丸くなったっていうか、面倒くさがり屋に拍車がかかったみたいな感じには、うん、めっちゃ嬉しいんですけど1分前でコメント数伸ばそうと思ってやってくれてるのを俺本当に愛してるね。でもう本当早いもんで、もう1分前なんですが、亀丼今回のこの2個ありまして、まあ、1つは年末年始営業してますと、はい、で今回七瀬ゆずきが怒っていそうな件についてってことは、七瀬ゆずきはあまり怒らないし、どっちかというとイライラしてそうな件だったっていうことでまあイライラすることは多々あるけど怒りはしませんということで、まあ来週の放送は多分2014年最後の放送になると思いますので、あと100件いってよ。皆様のご協力とともに、2000件のコメントを来週は目指します。今日もありがとうございました。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。